皆さん、こんにちは。水星読書クラブの森田稲です。今日は本の著者をお招きして、本について詳しくお話を伺いたいと思います。今回お呼びしましたのは、漫画家の岡藤舞さんです。岡藤さん、どうぞよろしくお願いしよまろしくす。お願いします。去年の11月の、青山ブックセンターでのトークイベントで、お会いして以来ですよね。あの時に初めてお会いしたんですけど、私、岡藤さんとはツイッター上で何度かやり取りをしていたので、あんまり初めましてな感じが本当ですね。みたいな。しなかったです。あの時にこうトークショーの後にサイン会があったんですけれど、私の番になった時にもう岡藤さんと担当編集の方がもうなんか存在を知ってたような雰囲気でした。こちらでも YouTube でもお顔は存あ、じ上やっげぱてり。います。私、岡藤さんのデビュー作である、どうにかなりそうという作品、これ、ウェブメディアのマトグロッソで、連載されていたものなんですけれども、これ第1話を見たときに、すごい漫画が始まったなと思って、ずっと追いかけていたんです。で、私が YouTube を始めて、エモい漫画10選っていう動画を作った時に、この作品を紹介したんです。で、私にとってはものすごく思い入れのある一冊で、ずっと岡藤さんの作品を追いかけてきたんですけれども、今回、出た岡藤さんの最新刊が、あなたが私にくれたもの。で、これは、ビームコミックで、連載されていたものですよね。で、今回は、この一冊を中心に、今この本が作られるまでの経緯と、この作品に込めた思いと、それから岡藤さんの活動全体について、詳しくお話を伺えればと思います。早速なんですけど、岡藤さんの、作品の特徴って私、何よりも、絵柄だと思ってまして、この水彩の色合いっていうのが、一読した時に、いや、もう表紙を一目見た時に、あ、他の漫画と違うっていうのを、もうすぐに感じるんですけれど、これ、漫画はデジタルで書かれてます？アナログで書かれてます？線はアナログで描いていまして、で、それをこうスキャンして、で、もうそこから仕上げとかはもう全部フォトショップでやってるんですよ。で、まあ線もその付けペンとかじゃなく、もうシャーペンで描いてるみたいな感じそうで。なんですね。だからちょっと割と本当独特な、風合いは出るのかなとは思いますね。これ色の塗りが水彩っていうのはもともと水彩画を描かれてたんですか？そうですね。もっと私のその漫画家の、まあ、なんていうの、成り立ちって言ったらあれなんですけど、もともと水彩でイラストを描いてたんです、一枚絵を。で、それを展示してたら、まあ、デビュー作の、どうにかなりそうの編集者が、まあ、この世界観を漫画にしてみないかっていうふうに言われまして、で、そこ、まあ、それまで今、なんていうんですかね、同人誌で友達と漫画を描くってことはしてたんですけれども、でももう、なんで、まあ、本格的に描き始めたのはそれからなんですね。で、まあそこからなんて言うんですか、まあもうね、他の漫画家さんとかはもう本当に小さい頃からずっと漫画っていう感じだったんで、まあ、つけペンとかも使い慣れてるらっしゃると思うんですけども、私は本当、ね、鉛筆とかそのシャーペンとか筆記具みたいなものでずっと絵描いてたので、まあ今からつけペンをマスターするのはちょっともう時間がかかりすぎると思って、まあそうです。今割とこの印刷技術とかが進んでるので、昔みたいにそのつけペンで書かなきゃいけないっていうこともないので、もうそれだったら使い慣れてるもんでやろうみたいな。なんか割と本当に、なんで、ありうっていうんですかね、その本当本筋のところを通ってないっていうデビューの仕方からしてもっていうところはありますね。そうだったんですね。なんかまあ、だからこの絵柄にめちゃくちゃこだわりがあるっていうよりかは、もうこうしか描けないっていうところが あるんですよ。なるほど。もう、やはり、パッと見た時の印象の強さっていうのが、決してこう、
強い構図の絵だとか強い線を持っているとかっていうそういう質感の絵柄ではないのに、こう漫画としてというよりも絵としてパッと見た時にもう記憶に残る、一瞬で心をつかまれる画風になってるよなっていうのをずっと思っていたので、あそういう経緯でこれが出来上がったんですね。そうなんです。だからまあ、普通漫画って割とストーリーを筋立ててってそこでこういうシーンが必要だ、ああいうシーンが必要だっていう、まあ、そういう作り方をされる方もいると思うんですけども、まず私やっぱり本当イラストから入ってたので、こういう絵がある、じゃあその前後にどういうことから起きるだろうみたいな、そういう話の作り方が割と多いんですね。だからまあその、まあ、割とその 1枚ってこれだけでこう、まあ、アイキャッチ的に読者を引き、読者っていうかまあ見てる人を引きつけるんだっていうのがあるんで、そこ始まりなんで、割とそういう何ていうんですかね、強い絵にって感じてくださるのは嬉しく思います。はい。もうそれをお聞きすると、あ、このコマってだからあれだけ記憶に残るんだっていうところは結構思い当たるところがありますね。まあ、そしてこの最新刊のあなたが私にくれたものなんですけれども、連載が始まるまでにものすごく苦労されたっていうお話伺っていて、聞いたところによると1000枚近いネームを書かれたということも持ってるかもしれないけど体感的にはこれもしよければこれが連載開始されるまでの経緯、岡藤さんが企画されてからそこに至るまでの経緯っていうのを伺えればと思うんですが。そうですね。まあ、3冊目の Forgive Me Not が終わった後に、まあ、これ本出すといろんな編集の方から声がかかるんですね。で、まあ、その方たちと、まあ、やり取りしてたんですけれども、いわゆるスランプ状態っていうか、書いても書いても面白いものにならないみたいな状態が、まあ、続いて、で、まあ、2社ぐらい、結構、もう、企画倒れみたいな、途中でもう、頓挫したみたいなことがあったんですよ。で、まあ、その原因っていうのは、まあ、やっぱりこう、まあ、私もなんか、あ、もう、次はちゃんとした漫画家としてやりたいみたいな、なんかそういうものがあったんで、まあ、なんかそういうストーリーの作り方みたいなとか読んだりとかして、まあ、いわゆる本当、なんていうんですかね、ちゃんとこう話を、漫画らしい漫画を描こうみたいな気負いがあったのかな。だからなんか、それが結構空回りして、で、すごいその時の編集者に言われたのが、まあ、あらすじですね、みたいな。まあ、その話の辻褄も合ってるし、その一通りそのストーリーラインもちゃんと伝わると。でもそれが、は面白くないみたいなふうに言われてて。で、まあ、コミックビームの、そんで、それで、こう、2社ぐらい、こう、頓挫した時でも、もう、どうしようってなってる時に、コミックビームの編集者の方から、お声かかって、で、まあ、その、ダメになったネームとかを、まあ、見せたんですね。そしたら、まあ、同じようなことになりまして、まあ、あらすじはわかると。でも、面白くない。なので、まあ、もう一度そのなんていうのデビュー作のようにシーンとかあとこの今まで描いてきた、まあ、一枚絵ですごいこう話になりそうなものをピックアップしてでそれでこう話を作っていきましょうっていう、まあ、作戦変更みたいな感じでそうですね。なのであなたが私にくれたものの第1話の表紙じゃないこれか一話の表紙になってる、この作品、この絵も、もともとはなんかドローイングで描いてた一枚絵なんですね。ああ、はい。で、まあ、これをこう、ここから着想を得た話みたいなのを作り上げていって、で、短編を何本か描いたんですよ。で、それを編集者に見せたら、あ、これじゃあ最後のセックスっていうテーマで、一冊、オムニバス形式でやりましょうか、みたいな。案をいただいて、でそこからまあ3話4話とってい
ていう感じですね。その時に書いた短編っていうのは、うん、あの公開されてないものですか？あの公開されてないですね。もう本当こことはもう原型がとどまっ、もうこれも割と何回も何回もネームをやり直したので、原型がなんかとどまってないみたいなあるのであれなんですけど、まあ公開されてないやつももちろんありますね。これまでに書く。うん、そうなっていくと、うん、この流れの中での連載決定の決定打になった感触っていうのはどのタイミングでしたか？ああそうですね、まあでも最後のセックスってい う, もう明確なテーマを与えられたっていうのは割とこう、まあ、それに苦労させられたところもあるんですけど、はいはい、まあ、一つの本当になんか終着地っていうか、まあ、テーマが決まるっていうのは結構大きなことでしたね。孤独な戦いですよね。どうしよう、大丈夫かな、ね、むしろその私が本当に大好きな漫画作品が吉田明美さんの桜の園、この桜の園っていうタイトルが出てきたのは私にとって今すごい腑に落ちる言葉でした。キャラクターの表情とか描く時もなんか割とこう監督みたいな気持ちになっててもっと悲しそうにとかなんかそういうのを自分でなんかこうなってキャラクターを女優と見立ててこの岡藤作品、今まで単行本化されている4作品にはどれも必ず文学作品の言及があるんです。少女のスカートはよく売れる中では、あのガルシア・マルケスの100年の孤独すごいよく言ってくださいさ初期の段階ではあの標準語で書いてるんですけども、なぜかそれをいや関西弁にしてくださいって言われるっていう編集者、言われる言われるんですね。